まず藤本選手です、ようこそ名古屋へ来てくださいました。まずじゃあ自己紹介でも、どうぞ。ざっくり振っちゃいましたけど、はい、藤本です、よろしくお願いします。慣れましたか、名古屋の雰囲気、チームの。はい、まあでも、まあ、1週間ちょっとですけど、みんな優しいんで、はい、特に誰が優しいんですか。特にですか、はい、まあ、安倍翔が大学の同級生なので、はいはい、いつも安倍翔にくっついてます。あ、いつもくっついてます。くっつきすぎない方がいいと思いますけど、あ、そこは気をつけます。あ、そうですよ。ただまあ去年はね、清水で本当にグランパスとしても痛い目にも遭いましたけれども、どうですか、こう敵として戦ってたグランパスというのはどういう印象だったんですか。本当にみんなうまいんで、嫌だなって思いで、はい、やってました。そんな藤本選手をトゥーリオさん、どういう感じで敵としては見てたんでしょうか。その嫌だなっていう顔も俺今油断しました。いや素晴らしい。まあ代表でもね、ちょっと一緒にやってますけど、燃えてみました。燃えましたですよね、奈良さん。奈良さんどうですか。いいパスです、いいパスです。はい、はい、左足がすごいすごい、はい、ちょっと嫌な感じはありましたか。はい、あまり変なところでフリーキックを与えるなと相手にした時は思ってましたけど、今年は味方になりますね、その嫌な左足が。嫌な左足ってことなんですけど、ね、頼もしい、え、頼もしい、頼もしい、藤本さん、そういう期待が皆さんもおそらく、はい、込められてると思いますので、期待に応えれるように頑張っていきます、はい。清水もね、去年優勝争いしながらこうなっていっちゃってましたので、はい、毎年そうだったんで今年一ついい思いができるように、はい、玉さんも頑張ってください。